どうも、いこいです。本日、研修生ユニットのグループ名がお茶ノ馬マに決定しました。おめでとうございます。そんな今回は、ハロプロの各グループの名前の由来と、当時の反応について振り返りたいと思います。良ければ最後までご覧ください。まずはこちら。モーニング娘。喫茶店のモーニングセットのお得感が由来で、親しみやすさを込めて娘がついています。テレビ番組朝やんで発表された時の反応はあまり良くなかったようです。 ちなみに語尾の丸ですが、テロップの丸をないないやべ氏がグループ名に入りますと独断で決めたことが由来です。この丸も本当に欠かせないですよね。福ちゃんもこの丸にはこだわりがあるようですね。次はこちら。 アンジュルム。2014年スマイレージから解明。一般公募で1万件以上の応募がありましたが、最終的に中西カナナンの案が選ばれました。当時言いにくいという意見や、商標問題などが噂されましたが、今はもう完全にしっくりきてますね。次はこちら。ジュースジュース。今ではなくなったフルーツ設定が懐かしいですね。カリンちゃんはイチゴだろう。みたいな意見が一部からありましたが、比較的すぐオタクにも馴染んだ記憶がありますね。次はこちら。 拳ファクトリーと椿ファクトリー、ベリーズ工房の魂を引き継ぐため、工房を表すファクトリーが使われています。当時はおやつカンパニーみたいと言われていましたが、みんなすぐに慣れた気がします。最後はこちら。ビヨーンズ。地下鉄発表時のメンバーの爆笑と、雨の森発表時のメンバーの落差から、コメント欄が結構荒れていました。しかし今となってはいい思い出というか、 シーズニングス含めて個性的で面白いかなとは思いますね。いかがだったでしょうか今回のお茶ノーマについても賛否両論あると思いますが、歴史から見てもオタクは割とすぐに慣れます。お茶ノーマの今後にも期待しかありません。皆さんの感想についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。